じゃあこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日もありました。そうだね、強化試合。はい、ね、巨人対日本。はい、まあ、猫も復活してるということはまあ、ちいちゃん、看板屋さんが戻ってきたということなんだけどもどっかに似てたわけじゃないですけど、まあまあ、そうだね。そう、はい、強化試合は2試合ということで、まあ そ, うだね、その2試合目ですね。はいはい、はい、で、巨人の先発が井上、うん、ね、あの期待される左腕、はい、日本の方はやっぱ国際試合に変則を置いときたいというね、うん、はい、変則の与座、うん、ね、まあ、どういうピッチングをしたかというか、はい、まあ、井上の方はね、もう抜群に良かったんだ。おなかなか打てない、うん、だから、まあ、あのジャイアンツファンはね、やっぱ応援してたと思うんだけども、はい、これ井上期待できるね。うん、うん、で、与座はどうだったのかということでね。はい、まあ先にもう見えてるのでね、はい、スコアを言ってしまうと、うん、8対4で日本が勝ちました。まあそうだね、ということで、うん、はい、またあのね、あの侍ジャパンの方を中心にというか、うん、まあもちろん攻め、はい、守りについてのポイントを追っていきましょうか、はい、ということで、まずまず守備の方行こうか。今日のオーダー、あ、今日のオーダーだね。はい、はい、今日のオーダーは、はい、まあ巨人の方は、うん、まあ岡本がいないから広岡を入れたというサードにね、はい、で中山穂梨という、うん、こう若い選手を使ってきたというね、はい、まあ、DH は坂本、うん、まあ、この上位打線というのはあんまりこう変わらないというね、はい、で日本の方は塩見を一番に入れてきて、うん、でコンちゃんを DH、うん、はい、まあ、牧村上で山田を5番にしたというね、はい、やっぱ村上の後の5番っていうのは、うん、まあ、ポイントになるだろうなっていうようなところで山田を持ってきたということ、はい、まあ、それで西川、広島のね、うん、で佐藤、今日はキャッチャー甲斐、うん、で中野が今日はショートに入りました。はい、ね、まあ、そういう布陣になっております。はい、両チームとも、DH は2番に、まあ、そうだね、はい、で山田がセカンドに入ったために中野がショートに行ったというね、うんうん、まあ、こういう布陣で行きます。はい。ね。さあ、どっちが行く？どっちから行きますか？はい、ポイントが多いのは、ポイントが多いのはね、やっぱ攻撃なんだ。攻撃だったけど、じゃあ攻撃行こうか。攻撃行きます。はい。ではまず攻撃の。まあ1点を先取されるんだよね。はい。まあここで1点を先取される。うんうん、はい、まあ、これ後で守備の方で話をするけども、うん、はい、1点し、先行された時に、うん、まあ日本4回、はい、ノーアウト1、2塁。まあ、近藤がフォアボール、牧がレフト前ヒット、まあ、そのノーアウト1、2塁で村上が倒れるんだけどもさ、はい、大きなレフトフライを打ってくれるわけ。はい、まあ、それで両者が、進塁打になる、三塁二塁にね、なるほど、タッチアップをして ね、うん、はい、だからこういうことってすごく大事でさ、うん、あのボンダもこういうのは有効だっていうふうに言われてて、うん、で村上も、まあ、ライトの方向にね、まあ、ヒットを打ちたかったんだろうけど、そういう球が来なくて、まあ、レフトの方向にね、大きな飛球で、まあ、二、三塁を作ったという、はい、だから素晴らしいバッティングだよね、これもね。そうですね、で1点ビハインドで進んでるだけに、はい、うん、早くやっぱ日本としては追いつきたい。うん、でやっぱり1点リードしてる巨人はどういう守備体系かというと、後ろに下がってたんだよね、うん、やっぱり逆転を許さないようにということで、はい、でその中で山田が内野ゴロで同点になるという、うん、まあ、これってねすごく貴重なんだよ、国際試合になってくると、うん、やっぱ取れる時に1点でも取っとかないと後々苦しくなるというね、はい、まあ、そういう展開の中でやっぱり山田とか村上っていうのはさすがだなっていうふうに思ったよね、うんうん、だからすごく、あ、もったいなかったなって思う人もいるかもわからないけども、まあまあ国際試合ってこういうところで1点取るっていうのはすごく大事なんだよね。はい、はい、で7回、うん、先頭西川、はい、7回ね、ライトフライ、うん、もう何でもない、何でもないライトフライだったんだけども、はい、穂梨という、まあ、巨人の若手ね、育成の選手が入ってて、はい、まあ、落球するんだよ、うん、で東京ドームってデーゲームでやると見えにくいんだよね、ボールが。うーん、まあ、そういうこともあって落球でも西川が二塁まで行ってくれたんだよね、うんうん、でこれは打った瞬間からある程度のスピードで走っとかないとセカンドに行けない、うん、でも西川っていうのは気を抜かずに、落球を見て二塁に進んだ、うん、これあり得るからね、
各国。そうですね、あの国際試合になってくると、うん、東京ドームみたいな屋根が真っ白のっていうような、そういうのっていうのは本当にあの気が抜けないし、やっぱり全力で打った後は走っとくっていうのはすごく大事なことなんだなっていうのがね、うん、まあ、分かるような走塁、西川の走塁、ナイス走塁だったんだけども、はい、その後佐藤が大江からライトへタイムリーヒット、はい、これはポイントがいくつかあるのでこう書きましたが、そうだね、はい、ポイントはね、まあ、先頭の西川ということはノーアウトランナーでセカンドを作ったということだよね、うん、で佐藤はどういう仕事をしてほしかったかっていうと、うん、まあ、バントじゃなくて打てのサインだったんだよね、はい、それをやっぱ引っ張って進塁打も考えての引っ張りだったんだよね、うん、それが進塁打じゃなくてよりプラスのヒットになってタイムリーになったと、うん、だからこれはすごくいいバッティングをしてくれたなっていうようなね、うん、そういう感じがします。はい、で7回、うん、これ3ラン打たれてんだよね、はい、先に言っとくけど、はい、2点ビハインドの時に送りバント、うん、やっぱ甲斐のバッティングは8番に入ってて甲斐のバッティングを考えると、まあ、送りバントも当然だなっていうふうには思ってたんだけども、はい、送りバントを成功させて、まあ、その後代打岡本、うん、まあ、後続が倒れて、まあ、1点しか取れなかったんだけども、うん、でもこの攻撃っていうのはすごくあり得るなっていうようなね、うん、国際試合だったら、うん、やっぱこう2点差、まあ普通のレギュラーシーズンだったら2点差だったらもうとにかく追いつくためにどんどん行こうみたいな、うん、そういう作戦が多いんだけども、はい、やっぱ国際試合になってくると1点でも詰め寄っとくというね、うん、そういうことっていうのは相手にもプレッシャーになるし、うん、だからすごく大事なバントだったなって。ただ考えてほしいのは、はい、岡本に送りバントをさして、うん、岡本を代打に送るんであれば、うん、下位のところで一気に岡本っていうこともあったかなっていう、うん、これはなんかこう強化試合でいろいろとやってみるっていうことが含まれてた、うん、まあもちろんそうだよね、まあそれもあるけど、うん、でも大体栗山監督が、はい、まあ、昨日は足を使ったように、うん、今日は送りバントを使ってきたよね、うん、だからこういう細かいことあの場合によっては全員にさせるよみたいな、うん、そういうサインだったと思うんだよね、はい、だからまあ今日はその送りバントをさせた岡本っていうこともあったけども、うん、でも2点差ね、じゃあ岡本が調子が良かった、うん、そしたら下位に一気に代打をね出してもう一気に逆転を狙っていくっていうかさ、うん、まあそういう作戦も取れたかなっていう、うん、でもまあ栗山監督はバントを選んだんだよね、うん、まあこれは試合展開だとか、うん、そういうことによって指揮官が決めていけばいいと思うし、はい、だからここら辺はなんかすごくあいい作戦だなっていうふうに俺は思ったよね、うん、はい、はい、ということは7回は結局1点に止まったんですが、こういろいろなことが詰まっていた、まあそうだね、はい、すごくいい走塁もあったし、うん、佐藤が進塁打を意識して引っ張ってくれたということもすごくプラスだし、はいはい、これ大江投手からっていうのもまたポイントなんですよね。そうそうそう、大江はね左のちょっと変則なんだよね、はい、で引っ張りにくいピッチャーなんだよ左バッターからすると、うんうんうん、でもそこを佐藤が引っ張って進塁打を意識して右方向にね、うん、打ってくれたっていうのがすごく心強さを感じた。なるほど、うん、はい、でそのノーアウトまだ一塁を甲斐が送って、うん、まあ、後続は倒れたんだけども、うん、すごくいい内容が含まれたこの1点だったかなっていうような感じがするよね。はい、それがまた後ろの回につながっていくような形ですか ね、はいはい、で8回牧がフォアボール、まあ、2点ビハインドだったんだよね、はい、この時までね、はい、で続く村上ね、初球を同点ホームラン、うん、まあ、ど真ん中の低め、ね、よくそこに投げたなって思うけども京本っていう、はい、育成の選手だったんだけども、はい、でもね情報としては全くないわけよ。うん、どんな軌道で来るかとか、うん、どういう変化球を持ってるとか、はい、そういうことが全くわからないのにもかかわらず、うん、村上が打ちに行ってホームラン打ったんだよね、うん、でも国際試合ってさ、まあ、大体初見じゃない、当たるピッチャーが、はい、だからそういうことを考えるとピッチャー云々関係なくその初球を打ちに行ってホームランにしたということ、うん、それと 2点ビハインドで牧が四球で出て、うん、ホームランで同点だっていうのを村上は意識してたと思うんだよね、はい、そこでのホームランを打てたということ、うん、
だこれにすごく価値があったというふうに思うんだよね。はい、うん、だから初見のピッチャーどんどんあの動くピッチャー動かしてくるピッチャーとか、うん、すごく外国人って多いんだけども、はい、でもこの初球を打ちに行けてホームランにしたっていうのが、まあ、素晴らしかったなっていうふうに思うよね。うん、はい、でああさすがだなと思ってたら山田が勝ち越しのホームラン、ヤクルトですごいなね、本当ここでポンポンと。だけど向こうはやっぱ完全にこう村上がね流れをこっちに引き寄せて、そしたら畳みかけるように山田が勝ち越しホームラン、うん、ああこれで今日はまあ負けることはないなって思ってたんだけど、はい、手は緩めないね。はい、これまだ続きがありますね。まあ、続きがあるんだ、はい、で西、はい、続くそのまま8回の話、8回ね、はい、で西川がスリーベース打つんだ、はい、これはね頼もしかった、畳みかけてんなと思ってただライトオーバーでクッションもそんなに悪くないのに、うん、西川がさっきの7回のように、はい、まあ、全力疾走で3塁まで行ってくれるんだよね、うん、でワンアウト3塁を作るんだけど、はい、ここでちょっと不満が出るこれ犠牲フライでもう1点追加なんだよね、うん、佐藤三振と、うん、ね、でこれ佐藤書いてるんだけど、はい、これ1球目外の変化球スライダーをボール、はい、うん、2球目スライダーボール、うん、で3球目振りにかかるんだよねここ、はい、でフォークボールなんだよ、うんうん、ここを振ったがために他のボールの読みがぐちゃぐちゃになって三振するんだけども、うん、もう佐藤の中では絶対もう変化球変化球ボールだから、まっすぐはフォークだからまっすぐの軌道で来るから、うん、まっすぐだと思って振ってんだよね思い切り。うん、でもね国際試合ではこういうところでやっぱ三振するとやっぱ流れが変わっちゃうんだよね、うん、でここら辺を決めつけないようにしてほしいんだよ、うん、佐藤には。やっぱ逆方向を打とうとすれば多分このボールっていうのは見逃せたと思うんだよね、うん、だからここら辺もう少し佐藤が冷静になれるといいなっていうふうに感じたよね。うん、で取れる時にやっぱり ここね、うん、内野ゴロで取った、はい、取れる時に取らないと国際試合っていうのはやっぱ流れが変わっちゃうし、うんうん、しかし佐藤が三振した後ツーアウトになるけど甲斐がタイムリー、それまでランナーがいない時とかブリブリ振ってたんだよ甲斐がね、はい、でもやっぱね国際試合の経験者だわ、うん、もうね当てるようにセンター前に持ってったから、うん、だから佐藤を救ったということなんだけど、はい、ただやっぱり強いチームっていうのは誰かがミスすれば誰かが助けるというね、うん、だから非常に甲斐のタイムリーっていうのは心強いなっていうふうに思ったよね、うんうん、で9回、はい、もうこれはおまけみたいなもんだけど、もう塩見がホームランを打つ、はい、5打席目だったんだけどね、5打数ノーヒットで来てたんだけど、まあさすが塩見ね切り替えてきたよね、ホームラン打つ。で村上がまたこれがすごいホームラン打つ、うん、低めのキャッチャーがこうやってもう地面につきそうなフォークボールなんだ、地面につきそうなフォークボールなんだけど、はい、もうこうやって取ろうとしてたんだよ、それをレフトにホームランした。これはねやっぱ頼もしいなね、また、うん、そしてヤクルトの選手ですね。そうそう、ヤクルトの選手しかホームラン今日は打ってないね、はい、うん、まあだけどまあすごく、うん、なんかいい攻撃がね見れたのが心強かったよね。攻撃面は盛りだくさんでしたね。盛りだくさん、はい、はい、守備ということで守備を見ていきましょう。はい、はい、守備です。はい、でね2回に先制されるんだけども、はい、ノーアウト1・2塁を作られて、うん、で大城のところね自分が打ち取ったんだよ、はい、で牧が処理をして、うん、ショートに投げた、はい、でショート中野が1塁に悪いボールではなかったんだけど、はい、投げた時にこれベースカバーに入った与座が落球するんだよ、うん、ちょっと最近ピッチャーの落球ちょこちょこ見る機会がありますけど、まあそうだね、はい、あのね大体のエラーのなんていうの数の多さっていうのは、はい、やっぱバッテリー感かやっぱピッチャーが絡んだプレーっていうのが多いんだよエラーが、やっぱり守備でというか
こうあるフィールドプレーというか、あ、そうそう、はい、まあちょっとね増えてない人もいるし、うん、ただピッチャー難しいと思うんだよね、はい、一塁ベースに走ってって、うん、ね、全力で走ってって、うん、止まってベース確認してボールを見なきゃいけないわけだから、はい、それはまあ大変だけど、こういうことで先制されると非常に嫌だよね、うん、はい、だからまあここら辺はまだ即席チームだから、うん、まあ、修正の余地は全然できると思うんだけどもね、はい、それが先制っていうのがまたちょっと嫌な感じだったってことですね。そうだね、うんうん、やっぱこう先行していきたいよね、うんうん、で4回裏、はい、ウォーカーにスリーラン、これなんでウォーカーのスリーランって書いたの、うん、打たれるのはしょうがないじゃないかって思うかもわからないけども、これも良さなんだけども、はい、外国人に打たれたっていうのが嫌なんだよ。あ、なるほど、うん、やっぱね外国人っていうのはやっぱその変則だとかアンダースローって慣れてないんだよね、うん、だからそこでウォーカーをノーアウト1、2塁でウォーカーだったんだけど、うん、そこで抑えてほしかったんだよね、ゲッツーかな、そしたら与座の価値っていうのはすごくグッと上がったと思うんだけど、うん、やっぱ打たれたらダメだね、うん、はい、そうね、ホームランっていうのもまたね、そうそう、はい、で続く大城に、うん、ツーベースを打たれるんだよね、はい、ウォーカーの次にね、うん、で星野がライト前ヒット、ツーアウトから、うん、佐藤の肩で追加点を防ぐ、うん、やっぱ守備って大事だなと思うよね、うん、エラーで1点やってるけどこの守りで1点を防いでるというね、うん、だから佐藤の肩っていうのは本当に強いね、でコントロールもいいし、うん、まあ、見事な返球だったよね、はい、はい、で6回ワンアウト1塁、うん、ね、村上のところに打球が飛ぶ、はい、まあ、割と強い当たりだったんだけど、うん、アンツーカーでイレギュラーするんだよね、うん、でゲッツーかなと思ったんだけどイレギュラーした分だけ村上が止めにかかるんでちょっとジャックルをしてて、もうその後冷静に一塁でアウトにするという、うん、冷静に処理をした、うん、ね、これはやっぱ慌ててセカンドに投げたりだとかじゃなくて、うん、まあこう必ず一つを通る、確実にね、うん、これはもうスコアリングポジションにランナー進めても、うん、これはもうイレギュラーしてジャックしてるわけだからしょうがない、うん、その後何が大切かというと冷静に処理をすること、うん、それを一流にしっかりできたということがやっぱり良かったなっていうふうに思ったよね、うん、なるほど、はい、はい、そこで1点入ってるとねまた流れが変わってきますね、まあまあそうだね、そこで、うん、エラーでもしてたらね、はい、すごく流れも変わってたと思うんだけども、はい、まあ、しっかり冷静に一つをアウトに取ってツーアウトにしたということね、うん、はい、で8回、はい、途中から源田が出てきてるんだけども、うん、センターに抜けそうな打球をファインプレー、はい、センターに抜けそうな打球ってすごく難しいのは、うん、足が邪魔になるんだよね、うん、左手で取るでしょ、はい、でセンター寄りっていうのは足があるよね、うんうんうん、前に、はい、この逆シングルだったら足は後ろにあるんだけども、うん、このセンター寄りを抜けそうな打球をファインプレス、これ本当に秋広が打ったんだけどもさ、うんうん、なんていうの、あ、抜けたと思うのを取って、うん、それ反転してっていうか、一塁にねいい球投げて、やっぱさすがですね、やっぱいるね、源田は絶対外せないというような守備を見せてくれたけども、はい、まあいくつか反省点はね今日ねあったにしても、はい、やっぱりこういいところ、うん、いいチームになりそうだなっていう、うん、まあこれが決定のチームではないけども、はい、な意識を持たせるためには、うん、すごく栗山監督のねまあ、バントだったり昨日の走ったりだとか、うん、まあ、強化試合にしてはすごく収穫のある、うん、まあ、修正点あるよ、やっぱ急増チームだからさ、はい、これをこう党内連携だとか、うん、いろいろしていって、うん、チームにしていかなきゃいけないけど、うん、でもやっぱみんなの意識がすごくいいね、いい意識を持ってやってるし、うん、まあそんなに気負ってなくて、うんうんうん、まあいい感じでやってんなっていうふうに思ったよね、うん、今日はとてもこうね課題も含め収穫ということで、まあ、そうだね、うんうん、課題が何がやっぱりねミスも出ないとさ、おう、なんだいいじゃないかって言うだけじゃなくて、うんうん、やっぱりミスも出て、うん、やっぱりみんなが課題としてね捉えるということも含めて、うん、まあこういうケースではこういうバッティングをしなきゃいけないとか、うん、まあいろいろあったと思うし、やっぱ党内連携の部分であったりだとかね、はい、まあそういうこともやっぱこれからこうチームにしていかなきゃいけないよね。でこのゲームが終わった後に、はい、タイブレイクの練習をするみたいで、う
はい、やっぱタイブレークが導入されてて、延長になって、決着がつかない場合は、うん、ノーアウトランナーセカンドかな、はい、からやるみたいでね、うんうん、まあそうなったらやっぱ日本は強いと思うよ、うん、やっぱ細かいことができるから。なるほど、うん、だからまあそういう練習もしてたというね、うんうん、まあ、着実にこう、まあ、本ちゃんというかね、うん、に向かって準備が進んでるということ、はい、ね、まあそういう試合でした。はい、あのね、この今回が侍ジャパンのこう初めての試合、うん、2試合ということだったですけど、ね、はい、どうですかね。まあまあ、うん、練習していって、うん、みんなの呼吸が合い出したら、うん、もっといいチームになるなっていうような方は思うし、はい、またメンバーも変わるだろうけど、うん、本ちゃんの時とかね、うん、そういうのは変わるだろうけども、やっぱこうみんなも見てると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではやっぱ栗山監督がどういう風な野球やるとか、うん、ある程度分かったと思うんだよね、はい、まあ、ピッチャーの交代とかは、うん、まあ、どん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 、いろんなところで差し込むケースもあるけども、うん、まあ、今回はねそんなにこう差し込むとかそういうことはなかったけども、はい、まあ、規定の投球イニングを決めてそれを全うさせるっていうだけだったけどもね、うん、まあ、だけどそれも変わってくるだろうし、はい、うん、だからまあどういうメンバーが選ばれるかどうかね、うん、まあ、ただその相手が日本だったから、はい、やっぱ外国人、今度オーストラリアとやるけどもね、9日10日と、うん、まあ、それも楽しみにしたいと思います。はい、はい、